こんばんは。真相の火曜日、キャスターの上杉です。こんばんはでしたっけね。まあ、じゃあこんばんはで今日は行きましょう。はい、西谷由紀子です。はい、西谷さんは、そう、前々回ちょっと飛んで、はい、そうですね。急にシリアの問題だったので、はい、重信さんに来てもらったんですが、はい、今回はこのゲストをお招きしました。はい、本日のゲストは東京財団上席研究員の渡辺恒夫さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。オバマ大統領は4年間日本でも散々報道があったと思うんですが、ミッドロムニー、まあ、知らない皆さんも非常に多いと思いますので、渡辺さん、このロムニーというのはどういう候補者なんですかね。はい、ロムニーという人は、一番有名なのはマサチューセッツ州の知事をやって、はい、アメリカの大統領って知事経験者が多いんですよね。で、彼は実はその州知事時代に割といろんな功績を挙げてまして、例えばその州内の健康保険、医療保険に入ってない人の数を減らしてね、うん、割とオバマが実はオバマケアって言われてる医療保険改革をの法案を通したんですけど、それの先取りみたいなことをした人ですし、あとソルトレーク、はい、冬季オリンピックっていうのがあったでしょ、はい、これの時女性の支持に関して言うとオバマの方が上なんですよ。あ、なんで上なんですか。ロムニーは女性の支持が非常に低いんですよ。これはロムニーのせいだけじゃなくて共和党全般にね、非常に問題のあることが多くて女性の支持を減らしてるんです。それは例えばですね、これもちょっと話としてはですね、はい、こう重要な話なんですけども、共和党の上院候補が非常に失言をしてしまったの、レジティメイトレイプって、これ日本語に訳しにくいんですけども、はい、正当なレイプって、まあ、どういうことだって話なんですけども、これは実は共和党の宗教保守派のずっと長い主張なんですけども、こう妊娠中絶は絶対にダメだってポジションですね、うん、それは神様から与えられた命を殺すのかという、これが宗教的な、そこまではまあ真っ当な意見なんですけど、その絶対中絶ダメだから、例えばそれがレイプされた時とか、うん、あるいはそのちょっとこの問題のある妊娠だった場合、それは近親相姦であったり、あるいはその子供がちょっと生まれてから障害が出ることが事前に分かった、うん、そういうことが何があってもダメだっていうポジションなんですね、うん、そうなると実はアン夫人もいい演説をしたと思うんですけど、はい、アン夫人対ミッシェルだったらばミッシェルが勝ちましたね、うんうん、で、まあ、あともう一つはね、今回共和党と民主党のね、党大会のスピーチの中でベスト5っていうのをワシントンポストで言ってるコラムニストがいて、その中に実は大統領候補も副大統領候補どっちも入ってない。